アテネの政治家鬼門の名を記した、オストラコンヒッポクラテスの息子メガクレスのオストラコン。紀元前487年。アテナイのアッターロスの中老内にある古代、アゴラ博物館にて展示古代ギリシアの、当編追放用の投票オストラコンオストラコンは、陶器もしくは石のかけらである。通常は、花瓶や、その他の土器の破片である。オストラコンには、言葉や、 その他の何かが刻まれ、それが使われていた時代に関する考古学的な手がかりとなる場合がある。オストラコンという言葉は、貝殻もしくは投票用紙のようにして使われる、投編を意味するギリシャ語オストラコンから来ている。アテナイでは、投票を行う市民は、当期の破片に人物の名前を書くか刻むかした。社会のあるメンバーの追放の意思決定を行う際には、 市民は当編に追放対象の名前を記すことで投票を行った。票が数えられ、ある人物に多数の票が集まるとその人物は都市から10年間の追放となり、ここから当編追放という言葉が生まれた。最小買い宛ての4通の公式な手紙のうち1通をヒエラティックで石灰岩のオストラコンに書者したもの古代エジプトでは、 滑らかな表面を持つものならあらゆるものが書き物に使われた。通常は廃棄されるものであるためオストラコンは安価で簡単に手に入るので、メッセージ、レシピ、生徒の練習やノートといった一時的な性質の書き物にしばしば用いられた。陶器の破片、石灰岩の白片、その他の岩石の薄い破片などが用いられたが、石灰岩の破片は白片になりやすく色も明るいので、 最も一般的であった。オストラコンは大抵は小さなもので、数語だけ、もしくは小さな絵が、インクで描かれていたが、デール・エルメディーナの職人センネジェムの墓には、シヌヘの物語が刻まれた巨大なオストラコンがあった。エジプト学では、オストラコンは、極めて重要なものである。その物理的な性質とエジプトの気候とが、相まって、他の文明では失われてしまったような平凡で、 日常的なテクストが温存され、これらは図書館で保存されるような文芸的な論文の類よりも優れた日常生活の証言となることも多かった。1964年から1971年にかけてブライアン・エメディはイム・ホテプの墓を求めてサッカラで発掘を行った。代わりに動物のミイラが収められた広大な地下墓地が発見された。 150万羽もの時が埋葬された巡礼の地であったものと思われる。この紀元前2世紀の遺跡からは巡礼者たちが放納したものと思われる膨大な陶片が出土した。この発掘でセベニドスのホルという名の書記官により作られた夢のオストラカが発見された。トート都神への回収者であったホルは北の地下墓地の入り口にあったトートの聖書のすぐ近くに住み、 依頼者に助言をしもと気づける、今でいうセラピストのような仕事をしていた。ホルは神に霊感を与えられた夢をオストラコンに記録したのである。夢のオストラカは、陶器や石灰岩の破片にデモティックで書かれた65のテクストである。聖書考古学上で有名なオストラコンが以下の場所から発見されている。加えて、マサダで引かれたくじはオストラコンであったと考えられており、 それと思われる若干の当片も発見されている。2008年10月にイスラエルの考古学者ヨセフ・ガーフィンケルはガーフィンケルによれば基地の最古のヘブライ語のものであるというテクストを発見した。このテクストはオストラコンに書かれていた。ガーフィンケルはこの破片はおよそ3000年前旧約聖書のダビデ王の時代のものであるとしている。放射性炭素年代測定及び 陶芸の分析から、このテクストは、司会文書よりも千年ほど古いものと考えられる。文章はまだ解読されていないが、王、奴隷、判事などといった一部の語は翻訳されている。この陶片は、エルサレムの南西20マイルに位置する、聖書時代のイスラエルで最古の基地の武装都市である、エラ要塞から発見された。キリスト教の文書の中には、 オストラコンとして残存しているものもある。19世紀後半に7世紀のものと思われるキリシア語とコプトエジプト語で書かれた20のオストラコンが上、エジプトで発見された。これらのオストラコンの形や大きさはまちまちである。最もしっかりした形で残っているのはルカデン22時40分マイナス71で10の破片にわたっている。 過去ストラコンには2から9の資料が含まれており、マタイ伝27時31分32、マルコ伝5時40分41、マルコ伝9時17分18とマルコ伝9時22分、マルコ伝15時21分、ルカ伝12時13分16、ルカ伝22時40分71、ヨハネ伝1、1から9、ヨハネ伝1時14分17、 ヨハネ伝十18時19分 -25、ヨハネ伝十19時15分 -17 が記されている。電動車性ペテロと書かれたオストラコンがあり、ペテロの福音書に言及しているものと思われる。ヨハネ伝七7時53分 -8、一の貫通の女の物語を伝えたコプト語、サイード方言のオストラコンがあり、もしこれがなければ、 サイエード方言の新約聖書には含められていなかったであろう。ルカデンのマリアの参加に類似したキリスト教参加や、キリスト教の書簡もいくつか発見されている。パピルスと同様に粘土、木材、金属や、その他の硬質な素材に記された文は、初期キリスト教の文献資料として、特に重要である。これらは主に、オリエントの国々、特にエジプトで発見されている。 最も多いのは、顔料もしくはインクで文字が書かれた粘土もしくは、陶片である。最古のキリスト教のオストラコンは、パピルスと同様に、キリシア語のもので5世紀に遡る。コプト語とアラビア語のオストラコンがこれに次ぐ。青ナイル川のアロア付近の古いキリスト教の黒人王国で話されていた言語で書かれたヌビアのオストラコンのように、一部のテクストは未だに解読されていない。 こうした名文には、キリシア文字が使われ、他の若干の記号も用いられていた。オストラコンの内容には、世俗的なものも、教会のものもある。当編はしばしば、耐久性にかけるパピルスの代わりに通信に用いられた。受け取り人が当編の裏側に返事を書くことも時としてあった。請求書や領収書といった商業的な目的にも用いられていた。 リビア砂漠のセイメナスの町の発掘中にこの種類のオストラコンを発見し、大英博物館の HJ ベルト FG ケニオンが解読した。これらはセイメナスのサンクチュアリでのブドウ栽培について触れたもので、その大部分は金銭や食料の一種の引き換え権のようなものであった。通貨はコンスタンティヌス帝が発行したソリルス金貨に基づいたものであった。日時は、 インディクティオで計算されていた。病身の労働者への援助、定位の聖職者の雇用、労働者への食料の供給方法、それから、特に、リビア地域における収穫時期に関する記述などが、歴史的に重要である。ナイルダニの聖職者と修道院に関する一連の、コプトゴノオストラコンは、特に豊富であり、行政と普通の生活のすべての局面について、触れられている。 教義での教会のオストラコンは、新約聖書の引用、祈りの言葉、品鎖の抜粋などからなり、ある程度は、典礼的な性質のものである。当時の教会の言語であったギリシア語が、コプト語と並んでよく、使われていた。コプト語諸法ことの優れた、鑑定家である、W.E. クラムが出版したサンプルの中には、6世紀以降の地方での信仰告白に加え、 ミサの序章とサンクトゥス、聖、オオアシリー生体礼儀及び聖マルコの生体礼儀の祈り、アスリビスのシェヌテのディダスカリアの一部、ギリシア語による信仰告白、またギリシア語による波紋などが含まれている。天礼歌が書かれたオストラコンはとりわけ注目に値する。これらは今日の賛美歌集のようなもので、この目的にはパピルスの巻物よりも、 より丈夫な当変が適していた。木製の本が用いられる場合もあった。クラムにより翻訳されたものの中には、生願者が福音書の一つを暗唱すると、約束している、聖職受人の生願や、性別の武道士が完全にもしくは少なくとも4分の3は純粋でなければならないとする布告がそれに対して出されている、古代の摂取運動への言及などが含まれている。 ありがとうございます。